はい、好評のですね紀の川ミーティングの今日はナンバー2ですね、レポートはですね和歌山の松田エンスジャスト古市明和さんのレポートです。まずはですね松田 R360 クーペ、松田がですね、最初の乗用車ですね作りました。4人乗りだったんですね。結構狭いんですけど4人乗りでした。当時としてはね贅沢な4サイクルのエンジン V 型のね2気筒の4サイクルエンジンですね。そしてまあな軽合金を使った車体などですね、非常にまあ可愛い車でしたね。しかもこれがですね当時30万円でした。これ非常に安かったですね。結構ですから後ろに お子さん2人乗るみたいな家庭では重宝されたと思います。松田はまあこれを機にですね、だんだん、トラックからですね乗用車というふうにですね発展をしていく象徴的な車だったと思います。当時のまあデザイナーね国産の松田の車内デザインですが非常に、こじゃれた、かわいい色もこんなパステル調の色でですね可愛い色合いでしたですね。とてもまあ今見てもマツダ R360 クーペ可愛いなと思います。室内もこんな風にですね結構ねルーミーなんですね。はい、マツダを乗用車に会社に引き上げた車です。はい、エンジン音です。V 型ツインエンジンです。そしてですね、こちらもですね、ホンダを乗用車メーカーにやっぱり変身させた大変記念日となりそうな車ですね。これは N3 の方なので後の方なんですけど、当時のホンダとしては、まあミニを模したとも言われましたが非常にまあコンパクトで、軽くて、よく走りました。この方はなんかね コカコーラの新報車ですね。すごいですね、真っ赤ですね。あ、シートも前席も真っ赤です。これはなかなかカラーコーディネート綺麗にできておりますね。そしてもう一台はねトヨタコロナマーク2の GSS、当時はコロナマーク2と言っておりましたですね。この GSS はですね、ツインカムエンジンに、ソレックスのキャブをつけましてスポーツモデルとなっておりました。当時はですねこの頃はまあスカイライン全盛の時代でしたのでスカイラインの対抗馬みたいな形だったんですが、ここはまあスカイラインにはちょっと勝てなかったでしょうかね。しかし非常に端正なスタイルデザインですね。しかもこれ和歌山5ナンバーですね。すごいですね。新車から乗ってらっしゃるんでしょうか。素晴らしいです。室内もあ綺麗になってますね。あ、これクーラーついてますね。すごいですね。素晴らしいです。なかなか興味深い車が集まっております。はい、来週も続きますのでお楽しみにしてください。